ザミズのリングネームで知られるマイケル・ミザニンはアメリカ合衆国のプロレスラー。オハイオ州パルマ出身。オールドスクールなレスリングと優れたマイクパフォーマンスを武器に WWE のヒールとして活躍。水の熱狂的ファンのことをミズフィッツと呼ぶ。もともとは MTV のリアリティ番組リアルワールドやフィアファクターなどに出演していた。子供の頃からの WWE ファンであり。 2004年の10月に100万ドルタフイナフに参加する。予選を勝ち進み11月の腕相撲トーナメントで他の6人を抜いて決勝戦進出が決定する。12月12日のアルマゲドンでダニエル・ピューダーとのディクシードッグファイトで決勝戦が行われるが決着がつかず観客によって決められることになる。その結果準優勝となるが WWE に認められ、 WWE と契約することとなった。その後しばらくは、株組織のオベなどで活動する。2006年6月2日、WWE のスマックダウンに登場し、しばらくは試合はせずにディーバ引きにコンテストの司会などをこなす。8月にリングデビューし、ブギーマンとの抗争を開始する。12月17日のアルマゲドンでは、ブギーマンに負けミミズを顔にかけられてしまう。他には、 水 TV というコーナーがあったが、特に目立った活躍はできなかった。2007年6月11日の RAW の WWE ドラフトで ECW への移籍が決定。エクストリームエクスポーゼをマネージャーにつけ活動する。10月28日のサイバーサンデーで CM パンクの持つ ECW 王座の挑戦者に選ばれる。王座に挑むも敗れ、ECW に移籍してから、 初黒星を喫した。11月16日のスマックダウンで、ジョン・モリソンとタッグを組み、マット・ハーディー &MVP 組との、WWE タッグ王座戦で王座を奪取する。試合後すぐに、MVP が再選権を行使し、再び王座戦が行われるが、ミズモリソン組が、またも勝利始発の王座防衛に成功する。タッグパートナーのモリソンと、この頃からモリソンと、 水は WWE に所属している他のレスラーをからかってトークし合うダートシートを放送開始する。彼らのパフォーマンスはとても優れており、wwe.com の中でも特に人気の高い番組となった。その後もジェシーフェスタス組や CM パンクケイン組、フィンレイホーンスワグル組相手に防衛を続けるが7月20日のグレートアメリカンバッシュで、 ジェシーフェスタス、ジェッジ・ヘッツ、フィンレイホーンスワグルトのフェイタル・ヨンウェイでジ、エッジ・ヘッツが、ジェシーフェスタス組を下したため、ジェッジ・ヘッツに WWE タッグ王座を奪われる。王座を失ってからは同じく w w e とトコム上で番組を持っている、クライムタイムと構想する。12月のスラミー賞特番で、タッグチーム賞を受賞し、 wwe の公式ホームページで発表された wwe.com 企画賞を受賞する。12月13日のカナダでのハウス賞で、CM パンクコフィキングストーン組から世界タッグ王座を勝ち取る。2月頃から、wwe タッグ王者のカリートプリモ組と、ベラツインズを交え構想し、4月5日のレッスルマニア、XXV で、 コロンズとタッグ王座統一戦を行うが、コロンズに敗れ王座を失う。翌日の RAW で再選権を行使し、王座に挑戦するが再び敗れる。その翌週の RAW で行われたドラフトで、水がコフと試合を行うが、モリソンの介入により、反則負けとなり、RAW が選択権を得る。その結果 RAW は水を選択し、 モリソンとのタッグは解散となった。RAW に移籍後は、ジョンシナの主演映画の興行成績をからかったり、挑発していた。ついにザ・バッシュにテシナと直接対決するものの、あっさりと敗れた。7月のナイト・オブ・チャンピオンズでは、以前から好意を示していた、マリースに誘いを断られボロクソに言い放った。自身は6パックチャレンジ形式の US 王座戦に参戦し、 主導権を終始握っていたが、王座奪取とはならなかった。8月3日の RAW では、ホストのジェレミー・ピベンにシナトの試合を組むように要求する。ピベンは了承したもののランバージャック形式での試合を組み、試合に負けたら、サマースラム出場禁止、ステープルズセンターへの立ち入り禁止、さらには、RAW 追放という条件を付けられてしまう。結局シナトの一戦に敗れ、 RAW から追放となる。しかし、翌週の RAW で、WWE との契約をかけた、ポールマッチに覆面をして、カルガリーキットとして出場、友人に勝利した。試合後にも友人に暴行を加えるなど試合前とは、全く違う一面を見せてから、覆面を取り RAW に復帰した。復帰後は衣装を変え、勝利を重ねており、再び、 us 王座戦線に名乗りを上げる。その後、幾度か王座ダッシュに失敗していたが10月5日の RAW でコフィ・キングストンを破り、us 王座を獲得する。2月18日の RAW で、ビッグ、ショート組、デラックスの持つ WWE 統一タッグ王座にサンウェイタックマッチで挑戦し、ショーン・マイケルズからホールを奪い王座を獲得。また NXT では、 プロとして、ルーキー、ダニエル・ブライアンを担当する。エクストリーム・ルールズにおいて、タックによるガントレッチマッチで、ハートダイナスティに敗れ翌日の RAW で、統一タック王者をかけて対決。必殺のシャープシューターをかけられ、水がタップアウトし WWE 統一タック王座を失う。5月17日の RAW で、ブレッドハート相手に、 反則なしの US 王座の防衛戦を行い敗北。US 王座を失う。5月24日の RAW で、ブレッドが王座を返上したことで行われた王座戦にて、アールトゥルースと戦うが敗北。しかし6月14日の RAW にて、アールトゥルース、ジョン・モリソン、ザック、ライダーとの US 王座戦にて、勝利。再び、US 王者になる。 6月8日開始の NXT シーズンにデモプロを務めることとなり、アレックス・ライリーを指導する。ライリーは3位で惜しくも脱落するも、水と個人契約を結び、RAW で行動を共にしている。自分が戦いたくない相手との試合では、化病で放棄し、代わりにライリーを戦わせたりしている。7月18日のマネーインザ・バンクにて、RAW のマネーインザ・バンク、 ラダーマッチで優勝しマネーの権利を手にする。NXT 第1期で担当したダニエル・ブライアンと構想の末に9月19日のナイト・オブ・チャンピオンズで敗れ、US 王座は手放すがブラッキング・ライツでチーム RAW のリーダーを務めるなど日に日に存在感が高まる。11月22日の RAW でマネーの権利を行使し、 王座防衛戦後で足を負傷し弱っていたランディ・オートンから WWE 王座を獲得。初の最高王座再冠となった。1月30日のロイヤル・ランブルにてニューネクサスの介入により王座を防衛後、実況席から突如ランブル戦に乱入し、ジョン・シナを落として失格にしてしまう。2月20日のエリミネーション・チェンバーでは RAW でのバトルロイヤルを制したジェリー。 ザ・キング・ローラーの挑戦を退け、その後は、同日のチェンバー戦での挑戦者決定戦に勝利した、ジョンシナ及びレッスルマニアでのゲストホストとして復帰した、ザ・ロックと構想を展開した。4月3日のレッスルマニアイクスバイ本大会での、WWE 王座戦では、ロックの介入もあり王座防衛に成功するが、試合後に、ロックのピープルズ・エルボーを食らった。 翌週の RAW にてエクストリームルールズでの自身への挑戦権をかけたガントレット戦にライリーと共に乱入した結果、タイトル戦は三つどもえ戦に変更され、同大会において同王座から陥落した。5月22日のオーバーアッツアリミットにおいて、シナに再戦を挑んだが、王座奪還には失敗した。この敗戦の責任をライリーに押し付けたため、 ライリーとの仲間割れを起こし抗争を開始した。6月19日のキャピタルパニッシュメントにおいて、ライリーに敗れるも抗争は継続したが、7月17日のマネーインザ・バンク出場に伴い抗争は終了した。ライリーとの抗争後、アール・トゥルースとオーサム・トゥルースを結成。シナと抗争を繰り広げるも、11月のサバイバーシリーズにて、シナザ・ロックに敗戦した。 シナトの抗論の末トゥルースを裏切って暴行。アングル上の負傷欠場に追い込むが、トゥルースが復帰後構想を繰り広げた。ロイヤルランブルやエリミネーションチェンバーで活躍し、レッスルマニアでもジョニー軍の一人として最後の一撃を入れ勝利を決めるが、それ以降はそれほど目立った活躍がなく、ブローダスクレイの構想相手として連敗。5月頃に映画の撮影のため、 リングを離れていたが、7月のマネーインザバンクにて復帰。元 WWE 王者しか出られないマネー戦の、少し前に現れて、マイクパフォーマンスを行い、そのままマネー戦に出場したその後、RAW1000 回目にて、クリスチャンの i c o 王座に挑戦、相手の膝の負傷をうまく利用し王座取得となった。それから、トークコーナー、ミズ TP を開くなどしていたが、 ライバックなどに敗戦が続き、始まったばかりの水曜番組 WWE メインイベントにてコフィキングストンに敗れ王座陥落。直後のヘルインアセルの再戦でも王座復活とはならなかった。その後はコフィキングストンを敵視し、一時はサバイバーシリーズのエリミネーション戦を前に CM パンク軍に加入し、コフィとの退治が叶うかに見えた。 しかしその後 CM パンクと口論になり、チームを脱退、対戦相手であったミック・フォーリー軍に加入し、ベビーターンを果たす。RAW20 周年記念放送中の、ミズ・ TV にて、リック・フレアーから、フィギュア・フォー・レッグロックを伝授され、フィニッシャーとして使用するようになり、また、アントニオ・セザーロとも構想、US 王座をかけて戦ったが、取得ならず、 ずる勝ちさる怒りの暴行を加えたことも。祭点では、ウェード・バレットと抗争 i c O 王座を取得するも、よく RAW で奪い返された。その後1ヶ月ほど、映画撮影で休場し、復帰の後バレットやファンダンを、カーティス・アクセルラと i c 王座戦線で抗争秋頃には、ワイアット・ファミリーと抗争主に、コフィ・キングストンと組んで戦っていたが、 その後のリアルアメリカンズ戦やライバックアクセル戦においてキングストンを裏切ることでヒールターンするように見せつつクリスマスを馬鹿にするダミアンサンドーに食ってかかるなどベビーらしい点も残している3月24日 RAW にて映画の PR のため特別出演したアーノルド・シュワルツネッカーとジョー・マンガ・ニエロスペシャルホストのハルク・ホーガンのトークに割って入るが アーノルド・シュワルツェネッカーによってリング街に追い出された。映画であるザ・マリン4の撮影により長期欠場。6月30日、RAW に登場。自らも復帰前にも映画を撮影したことからハリウッドスターだと言い張り、入場ムービーもハリウッドの風景や自身の出演したテレビ番組の映像を組み合わせたものになった。7月20日、 WWE バトルグラウンドにてインターコンチネンタル王座をかけたバトルロイヤルに出場。途中でリング外にて待機し、最後にリング上に残ったジグラーを脱落させ、自身3度目となる IC 王座を獲得した。4月4日、RAW にてリング上でザックライダーが WWEIC 王者になったことに対して観客と会場に来ていた父親に、 感謝の言葉を述べていたところに乱入。王座戦を行い、中盤に、ザックの父親に気を取られている隙を突かれて攻められるが、終盤には妻である、マリースウェルが、観客席より乱入。ザックの父親とマリースの言い争いに気を取られている。ところザックの隙をついてスカルクラッシングフィナーレを決めて、勝利。ベルトをダッシュした。11月15日、スマックダウンにて、 WWEICO 王座を保持するドルフ・ジグラーに挑戦。終盤にスピリットスクワットが乱入したところに、ジグラーの隙をついて、フィギュア4レッグロックを仕掛けるもロープエスケープ、されてしまう。再度フィギュア4レッグロックを仕掛けると切り返されて、丸め込まれるが、レフェリーの視界の死角からマリースの助力を得て丸め込み、返すと3カウントを奪い勝利。ベルトをダッシュした。 6月4日、エクストリームルールズ2017にて、WWEIC 王座を保持するディーン、アンブローズに挑戦。中盤より、足関節の掛け合いとなり、終盤にハンマースルーの投げ合いになったところに、エプロンに立っていた、マリースにぶつかりそうになり弁解すると方を叩かればは、混乱。マリースはレフェリーより退場を宣告され、 バックステージに戻ろうとするが怒りが収まらずに、リングに戻りレフェリーと口論に発展。自身はアンブローズをハンマースルーでレフェリーにぶつけると、今度はアンブローズとレフェリーが口論となり、その隙をついてスカルクラッシングフィナーレを決めて勝利。ベルトをダッシュした。1月22日、r a w 2 5スアニバーサリーにて、 WWEICO 王座を保持するロマンレインズに挑戦。自身のセコンドであるザ・ミズトラージの介入もあり、前半は優位に進めるも、中盤にミズトラージが反則裁定により退場を宣告され劣勢に陥る。しかし、最後にレインズのスピアを避けると、スカルクラッシングフィナーレを決めて勝利。ベルトをダッシュした。4月には、 WWE ミックストマッチチャレンジでアスカとのタッグを組み優勝。2019年1月27日ロイヤルランブル2019で WWE スマックダウンタッグ王者チームのザバーにシェイン・マクマホンとタッグを組んで挑戦。リングに4人が入り乱れると誤爆を誘発。セイマスにスカルクラッシングフィナーレをするとシェインがセザーロにシューティングスタープレスを決めて勝利。 王座を体感した。スカルクラッシングフィナーレフィギュア4、レックロック WWE 王座、WWEIC 王座 w w e US 王座、WWE タッグ王座、WWE 世界タッグ王座、WWERAW リザルツ4、4、16、w r e s t l e v i w c o m 2016年4月4日閲覧。 WWE スマックダウンリザルツ十一十五十六 WRESTLEVIV.com 二千十六年十一月十五日閲覧 WWE エクストリームルールズリザルツ六四十七 WRESTLEVIV.com 二千十七年六月四日閲覧 WWERAW リザルツ一二十二 十八 w r e s t l e v i e w c o m 二千十八年一月二十二日閲覧。wwe ロイヤルランブル二千十九ライブ。リザルツ、レイテストアップデイツマジャスアズゼーハップミラー、二千十八年一月二十八日閲覧。マイク、ザミズミサニンアンワイフマリース。ウェルカムベビードーター、アワーリトルガールアライブドアリー。 wordpress.com 2018年3月29日閲覧ありがとうございます。